圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。皆さんこんにちは、ソングス&ドックス始まりました。高原というか森の朝なんで梅雨明けですが、涼しいじゃ涼しいですね、まだね。さて今週の一曲ですが、記憶のない一日をライブ版でお届けしたいんですけども、最近の大塚でのライブの企画としてですね、前店長だったかな、今スタッフさん、まあその辺はあの内部の話ですけど、めぐちゃんというカホンの方に参加していただいて、3人組で久しぶりにお届けしていますので、ぜひ、聴いていただきたいなと思って、この曲を今週は選んでみました。記憶のない一日のカホン入りバージョンです。どうぞ。記憶のない一日を、あなたは今日も生きている。はじめましてと軽減そうに僕の顔を見つめてる。のんきだから忘れちゃうのかな。ところで今日はどちらかな。当たり障りのない言葉を探すあなたに、当たり障りなく僕が合わせてる。記憶のない一日の思い出。
久しぶりの3人組での演奏いかがだったでしょうか。ね、花本入るとやっぱ違いますよね。さて、もう動画で撮るようなもんじゃないですけどね、夏野菜、ついにキュウリが入りましたね。キュウリ、巨大なナス、そして巨大な豆と、シシトウとピーマン、夏でございます。そして、いつも似たり寄ったりな映像では何なので、表というか、まあこれも北関東に限らず全国田舎ならどこでも撮れるような絵とも言えますけどね、まあそれが日本のいいとこなんでしょうね。田園風景が広がる中、ただ歩ってただ喋ってますね。何してんでしょう私。暑い。首巻きみたいなのは仮面ライダー風ですけど、これ高齢者用に配布するやつだと思うんだけど、まあある方がね、先生どうぞって言って私にもくださったという、男女ともにこの色ですけどって言われたのでいただいてます。これないともう本当にぶっ倒れそうですね。これからちょっと夏の作業は危険だなと思ったりしています。さて、そのひんやり首巻きを巻きながら、これね、水で濡らして使うやつですね。今週も赤羽市役さんからの配信はありますが、東京はまだ1ヶ月以上緊急事態だし、というかオリンピック始まるし大連休なのにね、何にも楽しみに思ってない残念な連休前ではあります。また来週お会いしましょう。